日本近畿地方大阪府八尾市、神立神立は大阪府八尾市の地名。郵便番号581-0855。現行行政地名は神立1丁目から神立6丁目と大和神神立。住居表示は未実施。現住所表記に変更される前は全域が大和神神立だった。成平の高安海い伝説の舞台となった神立茶屋辻の跡。 かつては茶屋がの木を連ねていたが、現在は民家がわずかにあるのみ。両政国一覧機内河内国、高安郡、神立村、伊勢物語の中で、高安に住む女の元へ通う山和国の男の話が出てくるが、高安とはこの地の神立茶屋辻で、男は有原の成平であり、成平の高安が良いとして知られる。十三峠もしくは、 大剣軍を経由して通ったと言われている。河内官名書記、河内名所図へ等にも記されている。商法号庁の写しとされる、河内国一国村高控え庁によると、江戸時代の国高は155国余り。江戸時代以降、当初は幕府直轄領、その後幾度か支配者が変わり、漢文9年に淀藩領となり、幕末に至っている。明治以降の市町村政志向で、 北高安村の大技となる。旧高安郡の村の集落としては一番高所に位置し、旧集落の東外れに玉の親神社が鎮座する。集落北側を通り十三峠を越えて、立田に至る十三街道と地区の南端、大久保地区との境界付近から山道を進み、大和国へ入る大東越えと呼ばれる二つの旧街道が地区内を東西に通る。 2020年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。